というわけで、始まりました毎度関西でございます。この、毎日本スプレッド木曜日毎度関西は、小さなことから大きなことまで、関西の人間とあと関西が好きな人間が、関西のノリで いろいろと喋っていこうという、番組になっております。今日は、MC ですね。タキヨンさんの方がお休みになっておりますので、私、混沌童子が務めさせていただきます。よろしくお願いします。では、いつものメンバー、まずは、リュウコウさん。はい、皆さん、こんばんは、リュウコウです。こんばんは、お疲れ様です。はい、それから、キヨさんですね。はい、こんばんは、お疲れ様です。はい、それから、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。モナカさんです。こんばんは、よろしくお願いします。 お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。あれですね、毎度関西久しぶりになりますよね。はい、久しぶりですね。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、では最初ですね、今週は、久人親王殿下ですね。こちらの、お誕生日でしたということで、はい、ね、今週のテーマが誕生日ということで、いろいろ喋ってるんですけども、皆さん誕生日とかって、どんな思い出があります？誕生日ね。リュウコウさん、何か。あんまりないんだよね、誕生日。でも、僕今年25なんですけど、で、就職活動で履歴書を書いてた時ですね。はいはいはい。名前書いた後、生年月日書くじゃないですか。はい。で、万何歳って書くじゃないですか。はいはいはい。俺何歳だっけっていう時を。逆に、ボケてないんだけど。俺何歳だっけみたいなことを今年で何歳だっけみたいなことを思ったことがあります。つい最近の話題ですねこれ。つい計算しちゃうんですよね。俺24やったっけってみたいな。いや、ええとで24と覚えてくれば違いないじゃん。違う今年で25だったみたいな。そんな感じですね。秋代さん、なんかあります？なんか、先週じゃない、昨日もなんか誕生日の昨日もそのプレゼントネタばっかしだったんで、今回はちょっと違うネタで、あれ、はい、あれですか、混沌さんも1月生まれなんですよね。そうなんですよ。タキヨさんも1月で、私も1月なんですよ。ああ、1月ばっかりじゃないですか。1月ばっかりなんですよ。ほうほうほう。なぜか、あれ、リュウコウさんは7月なんですよね。うん、しかも1日ですね。1ですよ、僕も。ああ、やっぱ1月ついてる。モナカさんはちなみに、あ、私は4月3日です。ああ、ちょっと違う。もったいない。4月の3日。でも4月、3日だからいい、よかったけど、1日だったら前の学年から幼稚園とか小学校ってきつかったですよね。そうですね。ああ、そうか。うん、確か4月2日まででしたっけ、前の学年になっちゃう。そうああ、そうかそうか。だからラッキーな時に。ラッキーだと思います。あと、あれでしょう。春休みだから、クラスのお友達とお誕生会っていうのが。確かにできなかったです。ああ、やっぱり。はい。僕なんかはね、1月生まれなもんで、1月23日ですね、ですんけどね。123ですか？え、123なんですよ。あ、そうですね。下手に1月生まれなんで、お前、お年玉もらったからもうええやろとか言われてしまって。何回か誕生日プレゼントをごまかされたことがあるという。あまりいい思い出がなかったりするんですけども。ああ、そうですか。うん、でも私も1月なんで、やっぱし、お年玉もらったからお誕生日プレゼント安くしてねとか、ありましたよ。ね、1月生まれの宿命ですよね、ある意味。そう、宿命ですね。あと12月の24日生まれとか25日生まれの子かわいそうですよね。もう一緒にされる。そう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 。絶対一緒じゃないですか、そんなの。
ね。26日だって落としたんですよ。売れ残りのクリスマスケーキ買ってこられるって話聞いたことありますよ、同級生に。あ、そうなんですか。半額かなんかで売ってんのを買ってきて、それでお祝いだったんだ。意外と安く。お誕生日おめでとうございます。あ、はい、おめでとうございます。うん、あ、9月9日、うん、明日が9日ですね。うん、いや、早いけどおめでとうございます。うん、ね、そんな感じでございます。うん、はい、そうしましたら、早速ニュースのコーナー来ましょうか。はい、今日ニュースが、ね、たくさんあるみたいなんですけども、目白押しですよ。目白押しなんで、はい、じゃあ龍子さんお願いします。はい、では今日のニュースのピックアップのコーナーをやらせていただきます。龍子です。皆さんよろしくお願いします。はい、はい、で第1弾、イスラエルのお話です。史上最大デモ、45万人超えが、生活費引き下げなどを要求。イスラエル各地で3日ですね、生活費が、もう、大変だったみたいで、引き下げなどの社会改革 を求めるデモが行われたらしいんですね。うん、で、死者者によると、同国で史上最大となる45万人以上が参加したと。おー、うん。イスラエルですね。イスラエルで45万人以上が、その生活費を引き下げろっていう風なデモを起こしたらしいです。45万人ってこれすごい数ですね。イスラエルの人口ってどのくらいんでしょうね。ほんと。いやー。いやー、でもイスラエルの人口何ぼか、まあ調べてないでわかんないですけど、でも45万人のデモはちょっとすごすぎと思いますよ。迷子とか出たら、5万人も人が集まってくるのがすごいですね。政府もビビるわーってやつですね。これが日本で起こったら、まあ政府もまともになるんじゃないですか、45万人もやったら。超ビビると思いますもん。ああ、超ビビってくれるでしょ、ね。45万人集まる場所があるのか、果たして。てか、道塞いじゃいますからね、45万人いたら間違いなく。そうですね。道どころか、そこら一帯で全部塞いじゃうんじゃないですかね。うん、ねえ。さて、じゃあ次行きます。はい、また NHK やっていただきましたね。こうやっちゃいましたね。これ、日本兵、人肉食べた体験談を話して笑う報道。実は、ネズミを食べた話だったという。ネズミを食べた話の映像を使って、捏造って言ったらダメかな。なんか、そういう風な、人肉を食べたようなニュアンスで報道したという風な話が今、ニュースになって上がってきたんですけども。はい。この、人肉食べたって話よく聞きますよね。亀の、ウミガメのスープとかなんとかで。はい。で、見だったと。で、この番組はですね、ちょっと2009年の BS ハイと総合テレビで放映された、今年8月には総集編で放映されたらしいんですけども、当時、ニューギニアに激戦地派遣された A さん、92歳、放送当時の、この日本軍の人が人肉食を告白する衝撃な場面があるんですけども、実は、これはもうお腹が空いて、もう食べるものがなくて仕方なくネズミを食べたっていう風な。で、女性スタッフが、一回やるまでと前置きしちゃって、で、すごい抵抗感とかあったんじゃないですかねって、それあったねっていう話を書いてるんですけど、これはすべてネズミを食べた話をしてるのに、なぜか番組の、印象から言うと人肉を食べたような印象になってるという。これ、うん。でもちょっと怖いですね、人肉食べたのが、ネズミだったのも。いや、これ、ねえ、どうやってこれ、その、ネズミっていう部分を切ったんでしょうかね。これちょっと映像見てないんでよくわからない。で、要は NHK にちょっと尋ねたら、まあ編集には問題がないと。アーカイブスでは人肉食の証言部分を省略したが、女性スタッフの質問はあくまで人肉食についてであることなどが述べられているが、それが事実ならば人肉食について語った箇所がネズミ食の話になっている。アーカイブスの方が捏造になる。第一、最も衝撃的で貴重な人肉食の話を割愛し、ネズミ食の話だけ残すような編集をしたというのも不自然な話だっていうふうな、まあ、ちょっと、
見た感じ変だなっていう風な、もう編集が変だなっていう風な内容になってたらしいですね。はい。やっぱでも、なんかそこまでして視聴率取りたいのかって気がしますね。っていうか、NHK ってよくよく台湾の話もありましたし、ねえ、ちょっと昔の日本人とか日本軍とか、まあ戦った人とか、その当時の戦争時代の人たちに対して、ちょっとなんて言えばいいかですね、失礼なことをするじゃないですか。どっちにしても失礼な話。そうそうそう。まあ、多分、まあ、亡くなられてるかもしれないですけど、うんうん、まあ、聞いた本人だと、もし、再放送見たら、そっとすると思いますわ、僕は。うん、みたいな。ほんとね。ねえ、これ。ひどいですね、ほんと。なんかもう、はい。怒りたくなりますよ、ほんと。はい。そうですね。じゃあ、次行きますね。はい。マスコミの話ですけども、はいはい、フジテレビ抗議デモについて、はい、まあデモがありました、フジテレビの、はい、でそれに対して総務省が、放送局側に何ら問題なしというふうな判断をいたしました。はい。でこのまあそれに対してですね、質問に対してフジテレビに対して大規模デモに行くことに関しても、うん、まあ総務省としてはこのような、大規模な抗議は前例がない。で、うん、一応受け止めるけれども、回答としては、まあ、特として電波法及び放送及び電波法などに、そういうふうな法律に対して、特段に、コメントすることはありませんと、うん。で、まあ、テレビの放送の公共性についても、まあ、テレビ局及びテレビ局などに、まあ、コンテンツ全てが問題ないっていうふうなことに、ことを違反してるとは、今のところ違反してるとは事実はございませんっていうふうな認識を示されたと。はい。はい。総務省がですね。ちなみにフジテレビも、自分たちは悪いことしてませんっていうふうな、お互いこう守ってるって感じですね。はい。でちなみにこのフジテレビのデモについては、まあ韓流と言われる、まあ、はい、実は全然こう流行ってないんじゃないっていうふうな。で、うん、もう、韓流偏重の報道が多いっていうことでデモをなされたんですけども、そうですね。はい。で、これに対して、まあ、日刊の新聞が、日本のアイドルが K-POP にハマらないわけっていうふうな題名で記事を書かれましたね。うん、まあ、日本と韓国を比べて、日本のアイドルは子供っぽい、背が低い、可愛い系の顔立ち。韓国は大人っぽい、背が高い、美人系っていうふうなことで表してるんですね。韓国系美人いたっけみたいな。まあ、そこら。まあ、ちょっといじくればみんな美人になるから、みんな美女子に。美人系みたいな。まあまあ、そこはちょっと突っ込まないで、まあ、はい、話の流れに、その内容が言いますとですね、まあ韓国のアイドルはものすごくスパルタ教育を受けてるから、まあ踊りも歌唱力も日本のアイドルには引きを取ら、まあ全然そのレベルは全然違うと、まあ韓国の方がレベルが高いというふうなことを、言われてますね。こういうふうなことを書いてるから、まあまあでもそれイコール、じゃあ日本で流行ってるかって言ったら別に流行ってないですからね。別に流行ってないですね。そうですよね、流行らない理由でもないような気もしますし、うん、そう、うん、そう、日本、じゃあつまりこれが言いたいことは、日本人は子供っぽい、背が低い、可愛い系の顔立ちのアイドルしか受け取らないよみたいなことを言ってる感じなんですけど、うん、別にそうじゃないと俺は思うんですけどね。そうじゃないですよね。それじゃなんか見たら